横浜 FC が敵地で藤枝に3マイナス1で完勝し、勝ち点を40に伸ばす5連勝で暫定2位に浮上した。FW 小川慶次郎、31、がリーグ通算2万4000号を含む2得点を挙げた。鹿児島はホームで山形2に1逆転勝ち、9試合ぶりの白星で暫定ながら J3 降格権を脱した。